ポポポポーン。24×9 統合整備計画の続きっすね。前回チラ見せしたコンテナモジュール。CT33 と連結するコンテナ搭載用のコンテナ。コンテナインコンテナ。自走能力持ち。走行能力はお察し。なんかさ、総火炎で FH70 が自走するの好き。自走する牽引榴弾砲。自走榴弾砲でいいんじゃないんすかねー。カウンターアーティーで牽引車両が損傷しても陣地転換できるのは大きいぞ。それに、安いし。ほえー。車両を積み込んでいいの。マグネット起動しいの。よしよし。消防車もちゃんと搭載できる。CT33 なら積載量も余裕だな。で、CT33 を接続しいの。ぶっ飛ばん。主翼交代しいの。高度維持装置を入力しいの。安定飛行。ほえー。でさ、ここまで来たら専用機状態じゃん。もうコンテナに直接エンジンとローターでいいんじゃねえかなって。確かに。変形ギミックとか追加したけど、結局ボツ。で、コンテナ搭載用コンテナを直接メカにしたのがこいつ。ちなみに、飛行場のクラフトエリアでは小さいので、大型船舶用のクラフトエリアでないとスポーンできない。飛行艇扱い。なんかあれね、輸送用グライダーにエンジンつけた感じ。ドイツのギガントとかすかね。そんな感じ。車輪はコンテナ時代のまま。コンテナ側の運転席も残してあるから、地上でのタッチングは運転席からでもできる。機種のコックピットは完全に飛行用っすね。で、積み下ろし作業なんだが。スイッチごちゃごちゃ。整理する気がない。ドア1に移動させていいの。ワイヤーと接続しいの。牽引用マグネットを外しいの。高架ドア開きいの。レールから外しいの。ウインチ降下開始。あ、機体から地面に伸びてるのは保持用のアンカーワイヤー。機内作業で姿勢が乱れて、微妙に流されるんすよね。地面に下ろしたらマグネット解除しいの。ウインチアップ。レール接続しいの。牽引用マグネットを再接続しいの。ウインチとの接続を解除しいの。レールを移動しいの。ドア閉めていの。展開完了。そして、コックピットまではエレベーターで移動。モニターで各部チェック。ワイヤーアンカー解除。アンカー回収。サンダーバード2号を思い出したっすねー。やってることはあんま変わらんからなー。で、展開能力のために巡航速度も高め。機体の名前は？コントリー。ガントリー？コンテナ輸送機にガントリークレーンの技術を有用したからコントリー。コウノトリー。でかい割に軽快。で、これがワイヤーアンカーなしで流された試作機。車が遠い。そんなこともあろうかと。例のハーネス降下装置付き。ホットキー1でドアを開いて。3で降下。ボキは自動操縦中。安定しているおかげで機材でも作業できる。でんでんで、車側で位置を調整していいの。撮影前に車のマグネットをオンにし忘れてたんすよね。位置調整だけなら機体を移動させた方が楽よな。マグネットオンで接続しいいの。ハーネスで機内に戻りいいの。マルチプレイなら必要ないっすよねー。まあ、開発はソロだからしょうがない。で、1キーでドアを閉めていいの。車両を引き上げていいの。転落が怖いから離れ気味。安定の高所恐怖症。柵がないだけで怖いねん。マイクラのノリでシフトをしながら接近して転落。あのトモッチャは不運だった。今度のトモッチャはうまくやるでしょう。で、消防車引き上げていの。レールに接続。あ、接続解除を解除していない。レール接続解除間違えていの。2番レール脱落。1番レール固定。2番は後で回収するとして、先に1番やっとくか。
2番はどうするんすか。ウインチで引っ張り上げるしかないだろ。牽引用マグネット接続。格納位置に移動しいの。その前にウインチとの接続解除っすよ。せやった。で、移動しいの。ドア閉めてーの。2番をドアの上に持っていっていの。人力。それにしても、このサイズの船でも、取り扱えるコンテナは2つだけなんすか。ロマン優先したからな。ほえー。ウインチ下げーの。ウインチ用マグネット起動しーの。レール固定解除解除しーの。接続しーの。上げてーの。レールに接続しーの。牽引用マグネットを移動させてーの。牽引用と接続しーの。ウインチとの接続解除しーの。格納位置に移動しーの。ややこしいっすねー。格納庫内で固定して移動と、機外にウインチで下ろすのに、レールとウインチとの接続を入れ替えないといかんのよね。一つのウインチで複数の貨物を扱うのは何気に面倒。でさ、さっきも言ったけど、このサイズの機体でコンテナ2つってことねーべってことで、こいつも結局ロマン枠。コンテナレールとかなければ、コンテナ6個くらい乗せられるっすよね。純粋にミッションに使うなら、別の機体の方が便利だよなーって。そういうわけで、また新しく簿記を開発することにした。コンテナサイズのコンパクトメカを作って、次は大型の簿記の開発。せわしないっすねー。コンテナサイズタンクとか、コンテナサイズ消火装置とか、作りたいものはまだまだあるんだがなー。小さいのはサクサク作れるけど、簿記はでかくなるから時間かかってしょうがない。ギミック増やしすぎなんすよ。そうなんよねー。ってことで、シンプルイズベストを目指して、もっと簡略化して開発することにした。ベースは CT33 で。冒頭のボツ案を最初から合体した状態にしておくんすか。あれよ、コアブースターとコアイージーみたいな感じで。高コストの分離合体メカをタンク化してコスト削減する感じ。それ、ガンダムとジムみたいなもんじゃ。ジムにコアブロックシステム残ってるのサンダーボルトで見たぞ。マスターグレードのジムで初めてジムにコアブロック残ってるの知ったわ。単純にプラモのフレーム共有の結果だと思ってたんすけど、設定後付けされすぎて統一性ないっすよねー。オリジンみたいに開き直って別の世界観でやってくれる方がいいわ。と、脱線したから戻してっと。CT33 の基本フレームとコンテナを融合させてーの。コンテナ搭載量は2つだけど、レールシステムを撤廃。小型化、簡略化を徹底する。ほえー。試作機がこちらになります。え、もう出来上がってるんすか？試作機な。細部はこれからだから、紹介は次回かな。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。もう完成でいいんじゃないんすか？モニターとか追加したいねん。ほえー。